前回の放送では歴代過去最低の小数を叩き出しちゃったとどろき、今月もお届けします。いやーまあこういうことは言いたくないよ、はい、ババなの。でもあるんですよ、もう一本。これに関してはさ、このなんつーの計画性も何よりバカ連中が作ったやつでしょ。見る？企画発表してるだけでしょ。おじゃんになる可能性あるよ。あるわ、全然あるわ。野菜作って捨てたもんこいつ。今から4年前、 SSK ラジオのスタッフが自ら土地を開墾し、美味しい野菜を作る企画が放送されたのだが、大人の事情によりボツになってしまった。あ、ちゃんと食べた。あ、よかった、それはいいんだ、うん、企画だけ捨てた。やります。いや、一応しといて、はい、編集点作っとこう。で、なかったことにしようぜ、ね、OK です。というわけで、はい、皆さんにあの企画発表してみた。なにこれ。番組をご覧の皆さんはこれを覚えているだろうか。新幹線札幌駅を実感してもらう新企画が制作決定。そんな中、スタッフは衝撃の企画を企んでいた。これいつだ、仮シューズプレイデンみたいな。さあ、これからの動きは今後の動画を要チェック。新幹線札幌駅実感企画は近日公開。近日公開と言っておきながら、動画チャンネルでは取っ手出しやストリートフィルムなど別の番組ばっかり放送してきた。そんな大人の事情でなかなかとどろきが放送できなかったが、今月いよいよこの企画の詳細を公開。さあ、3日未満、スタッフが札幌市内のリサイクルショップを出して3日未満どころじゃない、すいません集めてきました。せーの、どうですか皆さん。いや、仕上がってこの展開でしたら、どういう風になるのか皆さんには早回しでご覧いただきましょう。それじゃあ開封の儀スタート。そんなわけで、こんな怪しい部屋の中でスタッフがひそ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 と仕込んでいたものとは。この青いレール、そう、プラレール、ね、皆さんご存知、プラレールとは宝富民が販売する頭脳玩具。これらを使って2030年度末に開業予定の新幹線札幌駅を再現しようというのだ。果たして成功できるのだろうか。まあ成功するかと思っちゃう。待って、これで終わり？やばい予感しかしないですね。だって今だってプラレールだってつながってました、うん、あれ駅しかない、走らない走らない、まあ、しかも何あの途中なんかすごいカラフルなもので何あれ。おのおの私物を持ち込んでるので、はい、ここうまくつながらないなっていうのをこいつでフォローしてあげてるんですよね。でたまたま私物にあったのがこのカラフルなのしかなかった。知らねえ。でだ、事情です。結局この企画はどうなってんだって話なんだ、はい。嫁と、で、プラレールで作った新幹線札幌駅ですが、はい、一部の上下パーツを除いてレイアウトが完成、完成してるの？あ、そう。で、このレイアウトをもっとたくさんの皆さんに見ていくために、はい、公開生放送を年内目指で行う予定です。年内これを公開生放送すんの？勝負すんなおい。プラレールを公開生放送で走らすの？作ってるところから全部やる。作るところから、全部作るところから。でもバカじゃない。電車とかプラレールとか好きな方をゲストに呼んで解説 していただく。ああ、まあでも正直ね、うん、あのこれ見てうんってなったのは、うん、なんかリモコンみたいに持ってんだよ。おお、これがなんかちょっと、あ、なんか素敵やんだった。え、何これ。これですね、今手に入れられる北海道新幹線の車両ってこのリモコンで動くセット販売でしか今ないんですよ。それをスタッフが4月になんとハードオフで見つけまして超格安で手に入れた。すげえ、すでに4万くらい使ってる。なんていうかさ、はい、いやまあこういうことは言いたくないよ、はい、バカなの。
すごいですよ。だって近日公開って言っといて年内メドにとか言って、うん、メド結局メドは外れない。8、9、10、11、12、もう半年ねえぞ。そしてこの企画に賛同していただいて場所を提供してくださる方を募集します。番組のコメント欄やツイッターで募集しております。はい、ツイッターの ID はこちら@SSKRADIO SSK ラジオですね。こちらまで、はい、こちらの方に、まあ、リップとかね、まあ、いろいろ送ってくだされば、まあ、DM でよろしいです。こちらで送ってくだされば、まあ、あのね、いろいろ嬉しいということでございますけど、場所？そもそもそっから札幌駅大きすぎて、はい、グラハムスタジオですら入りきらない。公民館としてダメなの？だからそれを募集するで、なおかつ公開できる場所。あー、なるほど。あー、難しいお題だ。この企画に本当に担当してくれるから、場所を提供してくれる方、本当に募集しております。番組のコメント欄、ツイッターで募集しておりますので、企画潰しをね、しないようにね。もうほぼ揃ってるから。まあ、ってことは、まあ、ほぼできんのね、場所さえあればね。新幹線札幌駅の場所、うん、決まったじゃん。うん、はい、再開発されるじゃん。うん、応援したいじゃん。うん、はい、しようじゃない。うん、ね、いつかの野菜みたいにはなんないのね。いつかのクッズビーアンデスっぽくはなんないんだな。大丈夫ですよね。何年だな、俺は忘れねえぞ。いまだにな、うちのベランダにな、あのさつまいもを育てたよな、あのでっけえのあんだよ。引き取ってねえ。